さあ、ここからがハイライトだ。ガッチャードブラック、ガッチャ、なんだそれ？に対する、ネットの反応をお送りするよ。もし、この二人が仮面ライダーガブで喫茶店を開いていたらどうなる？仮面ライダーブラックガッチャード。マスターが変身した。ファイヤーブラックガッチャード。ブルーリンね、ブラックマジェードいるよ。宝太郎、あるよ。仮面ライダーガッチャードの主人公とヒロインに酷似しているが、全く別のキャラ。主人公が利用する喫茶店を切り盛りしている二人。この二人の関係性は一体。ブルーパートナーさ。ガッチャ、なんだそれ？ブルーパートナー、フォーエバーパートナー、フォーエバーゴージャスが来る。フォーエバーゴージャス、久しいな、フォーエバーフレンド。料理がめちゃくちゃうまそう。大体ある。レギュラーキャラのエネルギーをガッチャして、お菓子に連生してショウマに食わせるのか。宝太郎、グミ、あるよ。イナゴの佃煮食べて変身しそう。たまに大人なデートしてて、それを偶然見かけたショウマくんがおう、ってなる感じかな。えらいしっとりした雰囲気漂わせながら帰ってきて、日曜の朝ほかよ、になりそう。死に瀕したガブに謎の液体を流し込む。ガッチャ、何それって言って、X で他の演者があんなにガッチャガッチャ言ってたじゃねえかとポストされる。もうむちゃくちゃほか。リンネの出して料理がアレンジ効かせすぎてて、宝太郎が食べる前に小言をこぼしながらも完食する。宝太郎とリンネの無駄にしっとりしてる写真集が販売されてるんだろうな。二人での写真集なんだろうな。これをガッチャード世界の法輪が見てしまったら。マルチバースの会場になったから他の世界線の法輪も見に来るぞ。当人たちの性格がガッチャード世界と真逆とかならいけるのでは。そして冬映画でガッチャード世界の法輪と開口。一ノ瀬、あの人たち誰？私たちのホムンクルス、いや、デイブレイクみたいに別の時代の俺たちかも。オムライス、がっちりあるよ。さすが宝太郎、今日もマジ素敵とか言ってそう。ブルーリンネはめっちゃキャピキャピしてるか、逆に全然喋らない、かっこブルー宝太郎の補佐役を徹底してるかの、どっちかなんだろうな感はある。なんかガッチャ組のリンネっぽいね。ブルーリンネには私のルールは宝太郎だからって言ってほしい。でもブルー宝太郎もたまにボケるんだよね。宝太郎、一般的に正義とは、金のことだ。リンネ、やめなさい。ドンブラに脳をやられすぎだろう。なんかここ見てたら、レジェンドって割と通カイザーと共通点ある気がしてきた。ブルーライバル、邪魔するぞ。むしろフォーエバーライバルは邪魔すんでー。邪魔するんなら帰ってー。愛用って感じかもしれん。ブルーライバル、もしやただの藤林康成なのでは。ハワイ帰りのブルーライバル。そして総集編会で当たり前のように流れる仮面ライダーガッチャード。君たちはたった半年しか戦っていない。それに比べて私たちは遥か昔から戦っている。ユニゾンでマウント取ってくる。最後の一言は寄り添い合いながら言ってそう。同じデザインの指輪をはめている。右手のアルケミストリングだけじゃなくて左手薬指にも違う指輪が。ただしクレジットには名前しか出ない。微妙にマスターとお宝ちゃんの髪型が似てるから想像しやすいのが悪い。野生の犯罪者も、あるよ。野生の犯罪者といえばガッチャードだ。ガッチャー。でも毎週二人揃って必ず出るのに、クリスマス会だけは二人とも出てないんだよね。爆上戦隊ブンブンジャー、いい最終回だったな。さて、ブンブンジャーも終わったことだしそろそろ終わりにしましょう。これは放送順外までも戦隊、ライダー、プリキュアだった世界。普段 TVer で見てるから順番気にしてなかった。最終回の翌週の放送かもよ。ブルー宝太郎、喫茶ガブガブにないものはない。ブルーリンネ、だから戦隊が最終回ならここでも最終回を出す。それがガブガブのルール。喫茶ガブガブって可愛いなおい。思い切って。プリキュアの最終回に総集編ぶつけるという次元すら超えたボケしても面白い。隠しメニューの宝太郎スペシャル。ブルーフューチャー来る？ブルー先輩とブルーティーチャーとブルーゴージャスもいそう。ブループロフェッサー、かっこ常にパクチー料理を食べている。ブルー宝太郎、喫茶ガブガブにないものはない。だからパクチー料理ありますよ。ブループロフェッサー。久しぶりだな。ブルーパートナー、なぜここがわかった？ブルーゴールデン。ふん、黄金の輝きからは逃れられないということだ。ブルーゴールデン、こんなところまで何の用なの？ふ、
決まっているだろう。裏メニューのホウタロウスペシャルを食べに来たのだ。相変わらずブルーゴールデンはホウタロウスペシャルが好きだな。ブループロフェッサー、というわけで、パクチーのご馳走を新たに使うというのはどうだ。きっとパワーアップできると思うんだ。しょうま、パクチーってお菓子に入るんですか。それに俺あんまり好きじゃない。ホウタロウ、ふ、面白い、リンネ、ふ、しょうま、他人事だからって面白そうにしないでください。ホウタロウ、あるよ、パクチーを使ったお菓子。ブルーヒューマン、うますぎですわ、パクパクですわ。ブルーリンネ、よかった。それブルーライバルからのお中元。店内の間取りキッチン一ノ瀬に似てるんだろうな。かっこすっとぼけ。しょうまがピンチの時に、ゴルドダッシュに二血してパワーアップアイテムを持ってくる。アイテムを渡してから特に加勢せずに帰った場合、いや、二人で来る必要あった。で、しょうまに突っ込まれるパターンだこれ。ブルーリンネ、ホウタロウから離れたくない。俺たちはブルーパートナーだ。どちらかが欠けたら俺たちはブルーパートナーではなくなってしまう。そういうことだ。看板メニューと銘打ってるオムライス、かっこ青いがマジで全く誰にも頼まれない。ブルーリンネ、美味しいのに。もしかして喫茶ガブガブのお食事メニューって激辛だったりする？ブルーホウタロウ、リンネが満足しない料理で客を満足になんてできないさ。多分それお客さん食べれないやつ。あい、なのか。ブルーホウタロウ、だが問題ない。ここは喫茶ガブガブだ。ここにないものはない。だから客でも食べる料理はある。そういえばそうだったな。一安心。偏見だけど、何とは言わんがこの二人は夜が過ごそうだな。ブルーナイトを過ごしてるからねー。しょうま、そのでかいバッタは、ブルーホウタロウ、君の言葉で言うなら俺の眷属だよ。ここのリンネは名字が明かされないか。一ノ瀬リンネ、かっこ自称って感じだと面白いかも。最終話で満を持しての表記でもいいね。あるいは、ギャグ界、かっこ恋愛で明かされる。さて、今日はバレンタインだ。せっかくだからみんなでチョコレートを作ろうじゃないか。とかいうノリでチョコレート作り始めて、ブルーホウタロウとブルーリンネだけ互いにすげえチョコ作るんだろうな。そしてそのチョコをショウマが誤って食べちゃうんだ。静かな怒りが湧いてくるやつだ。ブルーリンネ、ねえここにあったチョコ知らない、ショウマ。食べましたなんて言えない。落ち込むブルーリンネに、ブルーホウタロウなら楽チョコするんやろな。見た目も味も完璧なやつ。そっからイチャつくんだろ。わかります。次の日、しっとりした雰囲気で、しょうま、なんかわからないけど助かった。ブルーホウタロウはチョコの他にバラの花束も渡してそう。ブルーリンネはみんなの前でも恥ずかしがる様子もなく、ブルーホウタロウに抱きついてそう。多分この二人は息をするようにイチャついてる。これ多分、オープン直後の一番最初に入店するお客さんすごいしんどいだろうな。二人の甘い空間の中へ入るわけだし。冬映画でブルーホウタロウが、いきなりホウタロウのテンションになって脳がバグる告知がありそう。ブルーホウタロウ、画面の前のみんな、今日はみんなにガッチャなニュースを伝えに来たんだ。俺たちの映画、仮面ライダーガブ&ガッチャード。冬映画のサブタイを見ると劇場で、ここでしかガッチャできない特別なライドケミートレカのパックがもらえるよ。なんで言っちゃうんだよ、リンネ。ブルーリンネ、ホウタロウの前置きが長いからでしょ。それと一部劇場で映画の公開を記念して、限定フレーバーのポップコーンの販売も決定。ブルーホウタロウ、これもガッチャするっきゃない。せーの、ブルーホウリン、みんな劇場で待ってるよ。ブルーホウタロウ、ガッチャ、しょうま。この世界だとバレンの変身アイテムはホウタロウが用意したものなんだろうな。ショウマが朝早く喫茶店に来るとそこには髪の乱れた二人が。こいつらガッチャンコしたんだ。ガッチャンコ、かっこいいミシン。ブルーホウリン、俺私たちはブルーパートナーだからね。喫茶ガブガブが混雑している時に、変わった服装のおかっぱ頭の女の子が空いている席に座っているのを見たという人がたまにいる。でも一瞬だけ気がついたらいないから見間違いかもしれない。ブルーリンネ、ブルーフレンド、お店でブルーホウタロウがたまにギター弾いてる中の人じゃん。ガブが新ホームになると、そのホームのモチーフになったお菓子を使った創作料理が店のおごりで出てくる。かっこ味は微妙。ブルーリンネ、美味しいのに。ご馳走もあるよって言いながらガッチャードご馳走を渡してそう。マジェイドのご馳走もあったよね。ブルーホウタロウ、
ガッチャードご地蔵とマジェードご地蔵は常に一緒にしておいてくれ。離れ離れになるとお互いを求めて暴れ出す。しょうま、ご地蔵は消費タイプ。そりゃあ片方だけ使われるのは嫌だろうな。